皆さん、こんにちは。淡井圭介です。訂正、こんばんは。2024年8月の8日、18時56分。今、まあ、合間を見て、コメントさせていただいています。昨日、レスリング、金メダルを、取られた方、3位決定戦、女子フリースタイル 50kg 級の方もそうですし、まあ、男子グレコローマン、スタイル 77kg 級、金メダルおめでとうございます。まあ、女子フリースタイルの方に関してはその、いつ試合が行われていたかっていうところがこちらの方で確認ができてませんでして、まあ、他の競技とか、まあ、手一杯になってた部分がありまして、まあ、それで、まあ、負けただけでありまして、しっかりと対応、ついていればというところですね。まあ、金をそこで一つ、まあ、取り逃しているような形です。で、昨日、男子卓球団体なんですけども、2勝1敗になったところで、まあ、あとは現場に任せますということで、寝させていただきました。この男子の卓球の合間だったかな、レスリングの方でしょうか。そちらの合間で、男子ハードルの 110m を準決勝、試合私の方で取り行っていました。で、頭の中だけを渡したケースと頭の中と、足の力を渡したケース、これ足の力と頭の中を渡した、竹という名前が入ってた方だと思うんですけども、まあ、外国人風の容姿の方でハーフの方かと思われるんですが、タイムは良いタイム出てるんですよ。ハードルはちょっとあの引っかかったりとかしてるんですけども、タイムはそちらの方が、良いタイムが出ていて、その後日本記録保持者の方の時は、頭の中だけをお渡ししてみました。そしたらタイムは頭の中と足の力を渡した方の方がタイムは早かったんですよ。ハードルを少し倒してるにもかか、倒してる部分はあるんですけども、まあ、まあ、それでも、まあ、今まで乗ったの、陸上競技とかでも、やっぱり頭の中と足の力両方渡した方が、勝ちやすいです。で、まあ、死という声が聞こえてきているんですけども、その、決勝、もうホームページで、淡井圭介の履歴の一番で記載している通りです。一人に力集約しましょう。そうじゃなかった、競歩の方、方もそうだったんですけども、あの日本人ペアの方が2組いまして、で最初男性の方が、トップで、走ってたんですよ。でもう2組の、男女のペアの方は順位はそんなに上がってなかったんですけども、今度女子に変わってから、順位が落ちていって、今度、もう片一方のペアの女子の方が順位上がっていって、両方の方が8位同士っていう形になったんです。もうどちらの方に力を集約するのかっていうことを、これはっきりさせておかなかったら順位が中途半端になって、どちらかが正直踏み台になるような形になって、どちらかを上位に持っていくしかないと、まあ、こういうふうな形になります。男子体操もそうでした。1人の方が、決勝で8位になって、もう1人の日本代表の方が1位になって金メダルを取ってると、まあ、こういうふうな形で、まあ、これも頭の中の供給とかいろいろあります。そういった部分とかも含めて、対応してまいりたいなと思います。まあ、その時の日程、まあ、かなり過密なんですけども、まあ、男子卓球に関してはそのもうこちらが、眠たくなりまして、まあ、力尽きるような形で、あと今日石川県の高校の、夏の甲子園で、その被災地の方たち の, その石川県の、チームが今日の朝の日本時間で10時35分頃から試合が開始だったんですね。で、そこの試合の勝ち負け、取り組むと優勝狙いに行くというような形で、いましたので、まあ、
最初にもう2セット練習できてましたので、まあ、あと現場の方に任せても、もう勝てるかなっていう部分もあったんですよ。で、それで、お任せした次第です。まあ、悔しい順位に、今のところ、3位決定戦に回らざるを得なくなって、もうちょっとね、そのもう銀メダル以上確定だったところで、どうしてなんだという思いがあるかもしれませんけども、そこはちょっとご了承していただきたいなと思います。もうこの睡眠時間ですので、私の方も、もう眠たくなってしまったらどうなるかって言ったら、それはそれで取り組んでいても、選手の足引っ張ってしまうんですよ。で、まあ、体力的なところの限界がありまして、そういう判断させていただきました。まだこの次の先があるわけですから、次、しっかり銅メダルを狙いに行ったりだとか、という形ですね。まあ、今日の試合も、女子100メートルのハードル敗者復活戦の方もその組の中で2位で、次進まれています。100×4 の男子リレーに関しても、まあ、頭の中と足の力を渡すような形で、まあ、テレビで本当は今日放送あったんですけども、震度6の地震が発生したんですよ、日本では。また。震度6弱なんですけど、宮崎県です。で、まあ、その緊急放送ということで、テレビのその100メートル ×4 の男子リレーの放送は、中止になって、まあ、そちらの方も見ながら、試合対応しながらという形でした。で、あと、今、まあ、合間で、先ほどまで、スポーツクライミング、ボルダー&リード、準決勝と、まあ、2名の選手の方いらっしゃいまして、まあ、1人、髪の毛を染めてる方は、まあ、途中で落下、タイミング的にはもう全部ハマってたんですよ。レスリングの、男子フリースタイル 57kg 級、樋口選手18時14分からだとか、予定で女子フリースタイル 57kg 級18時14分なんですけども、ここも樋口選手、男子の方が先に18時14分から、ほぼ定刻通り試合始めれていて、女子フリースタイルの、こちら、ちょっと待ってくださいね。櫻井選手の方か樋口選手、どちらかが、先に試合できてたんですよ。で、その後に、他の試合が遅れていったがゆえに、18時14分予定の樋口選手か櫻井選手、どちらかもその時間が重なることなく試合もできて、で、スポーツクライミングの方も、ボルダー&リードの方も、合間に、テレビを見ながら、対応することはできました。ただ対応の仕方で少しちょっと僕の方が甘くて、最初の、髪の毛染めてる方も途中で、落ちてしまいましたけども、あの辺のところも、頭の中と腕の力の渡し方と、あと最後滑り落ちたところで僕ちょっと動いてしまったんですよ。それが原因かもしれませんし、ちょっとよくルールがはっきり分かってないんですけども、それとも髪の毛染めてるから、いろんなルールのそのややこしい部分が含まれてきてると思います。で、森選手に関してなんですけども、まあ、今日の試合に関してしっかりと、私の方で取り組んでまして、私はもう頂上まで行くことを狙いで、最後掴むところまで、進んでいったと思うんですけども、そこで落ちた時に僕も両目の方から涙がこう出てきそうになってるんですね。で、これは今後何を意味するのかのところで何かあると思うんですよ。でも、決勝進出は確定されてると思うんですけども、点数の加算のされ方とかがまだよくわからなくて、これまでの得点がそのまま決勝でも有効化されるのかどうか、それもまあ今後調べての対応になってくるかと思うんですけども、まあ、この後、他の、レスリングの試合、まあ、先に進みました樋口選手の次19時10分、櫻井選手19時10分、まあ、これも両方とも時間ずれていきますので、2人とも同じ時間にもう重複しません。もう他の選手の試合とかで、ずれていってますんで、で、86kg 級の、石黒選手もじ、18時21分予定だったんですけども、時間がずれていって、ちょうどその合間に順番にこう試合ができているような状況で、あとは昨日の、レスリング女子 53kg 級の、決勝まで進んだ藤波選手、こちらの方も、この選手の方も髪の毛染めてない方で、あとはこの選手の、
試合開始の時刻はいつなのか、敗者復活戦が18時過ぎから、行われてますので、ある程度の時間帯から、決勝は行われると思います。まあ、そちらの方も全力で金メダル勝ち取りに行ってというところですね。現在女子ゴルフも継続して行われていて、この後ある程度の時間から女子卓球準決勝と、まあ、今のところ調べてみたところ、まあ、今日の範囲は今のところはこういった形で、まあ、0時00を回ると、また他の種目も出てくると、こういったところです。今19時6分ですので、またちょっとインターネット見ながら、対応していきたいなと思います。以上です。